はい、今回ですね、2023年秋アニメの方のちょっとね、注目株というか、ある意味こう話題にはなっていないんですけれども、非常におそらく一部のファンの方だったりとか、もしくは昔知ってたという方も多いと思うんですけれども、その今回ね、続編という形でアニメ化されたのが、こちら、恵みの醍醐、九国のオレンジですね。こちら今回アニメ版としてね、第1話が先日公開となりました。まあ、個人的にもね、昔から知ってるし、まあ原作漫画も読んでいたりとか、で、九国のオレンジは読んだことがなかったんですけれども、今回アニメ放送にあたりにあたって読んでみたんですけれども、やっぱり熱いなと思えるね、エピソードたくさんあるんで、で、今回第1話を見てどうだったのかとか、もしくは過去のね、作品だったりとか、まあどういうものなのかについて簡単に触れていこうかなと思います。ぜひ皆さんの第1話見た時の感想だったりとか、もしくは昔から見ててね、どうだったのかとか、その他諸々ね、何でもいいのでご意見等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まず恵みの醍醐ですね。こちらね、名前だけ知ってるという方多分たくさんおられるとは思うんですけれども、曽田雅人さんによる日本の漫画作品が原作となっております。で、もともとこの恵みの醍醐っていう漫画の方があって、まあ、小学館ので出ていたものなんですけれども、こちら単行本全20巻で完結しております。その後ね、アニメももちろんやったりとか、もしくは映画版だったりとか、もしくは実写版だったりとか、ほんとね、いろんなものが出ていたんですけれども、まあいろんなところに派生していた作品かなと思います。まあ、ベースとしては消防士的なところがフォーカスされる話となっていて、成長を描く、キャラクターたちの成長を描く物語となっております。で、原作の方始まったのが1995年から1999年となってるんで、およそもう20年以上前の作品なんですよね。で、この続編となる今回の九国のオレンジなんですけれども、こちらも継続したそういう内容となっております。で、主人公の方は、小野田俊ですね。消防職員2年目にして、東京消防庁随一難関と言われる救助選抜試験に一発合格した人物となっております。で、そんな中、今回のね、まあメインキャラクターとなっている、もちろん主人公の立ち位置でもあるのが、まあ中村ゆきとね、大悟ですよね。この二人が仲間になって、お互いに理解をし合いながら、共に厳しい検証を乗り越えていく、まあ、エピソードとなっております。現在月刊誌で7巻まであるので、全然ね、これ多分おそらく原作まで追いつくレベルまで進むんじゃないかなと思います。おそらくワンクールだと思うんですけれども、まあ触りという部分ですね。で、第1話なんですけれども、どうだったのか、まあかなり良かったんじゃないかなと思います。なんかこう別にファンタジー感があるわけでもないし、ほんとこう消防士たちの厳しい訓練、ほんとスパルタ的な部分もたくさん描かれていたと思うし、こう時代的にもやっぱ若干変わっていく中で、20年前からね、もう時代も変わってますよね。で、そういう中でもこう消防士たちが動いている、命をかけてまあ救助していく中だったりとか、もしくは仲間たちのやりとりだったりとか、まあ絆という部分がたくさん描かれていく、まあそういうね、エピソードと、まあ結構人間的なね、ドラマが結構繰り広げられる作品となっているんですが、そこがね、序盤として入りとして描かれていたかなと思います。で、作画に関してもね、非常にリアリティが高かったと思いますし、まあ、一部消防士の方とかがコメントしていたんですけど、かなりリアルだなということを言っていました。で、主題歌の方もね、関ジャニ∞さんがやったりとか、作詞作曲ね、北谷達也さんなんで、今も入る呪術廻戦とかいろんなところで出ている方ですけれども、まあ、そんな感じでバックアップもたくさん揃っているなという感じです。まあ、一部ではね、やっぱ恵みの醍醐よりも究極のオレンジの方が熱いなっていう方もおられる等で、もう個人的にもそれはすごい思ったところなんですけれども、なのでもし前作を見ていなくて、今回ね、前作もちょっと読むのめんどくさいなという方でも、全然ここから入っていただいてもめちゃくちゃ面白いんで、おすすめです。そうは言っても、前作の恵みの醍醐を見ていただく方が、前作主人公である朝比奈醍醐からバトンを受け渡される物語となっているので、個人的にはこの部分をね、最初に導入してほしかったけど、でもそれややこしくなっちゃうんで、まあそれはそれで今回新作としてね、新しくやるっていう点では非常に良かったんじゃないかなと思います。専門知識的なところ結構入ってきたと思うんですけれども、まあこれもすごい勉強になるなという感じです。まあ導入部分ですごい良かったなと思うのは、まあ、あえて言わなくても旬ならわかると思ったが、本編の方で仲間じゃないという経て言葉っていうのがね、いいんですよね。で、ここからね、進んでこう成長物語というところが非常に熱く語られるので、ぜひともね、アニメね、じっくりこう見ていただけたらなと思います。原作の方もね、さらっと読めるんでおすすめです。はい、今回こちら簡単なんですけど、恵みの醍醐究極のオレンジの第1話放送になったんで、個人的な感想だったりとか、まあ、こういう作品なんだよっていうのを簡単に紹介しております。まあ、そもそもそこまで話題となっていないんですけれども、本当ね、好きな方はもうかなり注目されていたと思いますし、まあ、過去作好きな方だったりとか、今回どうだったのかなどなどあればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。